最近あなたが買った大きな買い物は何ですか？こんばんは、小室ゆりの夜サプリです。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒しところ八雲庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。何買いましたか？夏休みね、ブラックフライデーもあったし、こうポータルサイトそれぞれ楽天さんだとかアマゾンだとかで、まあセールもやってたじゃないですか。よし、この機会にこれを買ってしまおうみたいなことってあったんじゃないかと思うんですけど、小室ゆりは何を、あ、これからね、これからなんです、買おうと思ってるものがありまして、あの車に取り付けられるタープっていうんですかね、サイドタープっていうのかな、あの、まあ、うちの車、私の車の場合はトランク、ハッチバックのトランクを跳ね上げて、そこにマグネットかな、マグネットでペペッとつけて、それでテントをそこにつける、つけるというか立てるというか、そういうのをちょっと買おうかなと思って、最近あの楽天をうろうろと見ているんですけれども、以前からね気になってたんですよね、こういうの欲しいなって。まあなんで欲しいかって、うちにはね、あの私のところには可愛い可愛いコーギーのクーさんがいて、で先週ね、あの占いでも取り上げましたけど、防災の日ということで、やっぱり防災セットの見直しなんていうこともやった時に、何が足りないかなって思った時に、このクーさんと一緒に避難できる場所はね、あのドッグオーナーとして考えていかなきゃいけないなっていうのは以前から思ってたんですけど、なかなかこうちょっとね腰が重かったというかなんですけど、スーパーセールだなんだセールだっていうので探してる時に、以前から気になってたものが半額になってまして、これはちょっと買いかなっていうのと、そのコーギーのクーさんを連れて10月にとあるフェスに行こうと思ってまして、これも以前から気になってて、一回行ってみたいなって思ってたの、今年思い切って申し込んでみたんですよ。なのでこうフェスに行く際に、やっぱりちょっと休憩できる場所が欲しいな、クーさんと一緒に。あんまりね日向ばっかりだと、やっぱりワンコさんもあの熱中症になってしまって危ないので、まあ、そんなことが重なって、女性もうすぐ50歳シングル、新しい趣味ができるかもしれない、わかんないけど、ただ買って終わるかもしれないけど終わるかもしれないけど、趣味になるかもしれないけど、とりあえずあの獅子座大型、人気者の像の習性として、とりあえずやってみるっていうのがあるんで、とりあえず買ってみて、とりあえずテントを立ててみて、とりあえず別に行ってみて、そこからどうするか決めたいと思いますこの夏、そして秋の入り口、あなたが買ったちょっといいものを教えてください。はい、それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。今週は次のコーナーのUSP プロファイラー押したり構造先生との連動企画で、この言葉聞いたことある方も多いと思います。昨年の流行語大賞のにノミネートされたカエル化。このカエル化って実は2000年代
入った当初からあったんですけれども、再燃というか話題になったのは去年なんですよね。このカエル化についてお話ししていこうと思います。気になるサプリです。そして毎月1週目は、先ほど申し上げました USB プロファイラー押したり構造先生にご担当いただきます、あなたの強み発見サプリ。こちらもカエル化について、なんと鑑定ができる。やっぱりこの鑑定書でカエル化現象が起こるかどうかっていうのが見抜けるってすごいですよね。こちらも楽しみにしていてください。萩原八雲先生の占いも健在ですよ。今週新潟で鑑定会ですね、満席になったそうです。おめでとうございます。楽しんでいらしてください。萩原八雲先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、テーマは残暑のデートです。まだまだ暑い日が続きますけれども、心は晴れやかにデートしたいですよね。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談、こっそり送ってください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上、info@friendvillage-c.com へ送ってください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ、このコーナーは私小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けする気になるサプリ。今週は後半の押したり先生との連動企画として、カエル化、この言葉についてお話ししていこうと思います。参考にしているのは優しいビジネススクールというサイトに掲載されておられますカエル化現象その誤解と本来の意味、2023年6月22日のコラムから参考にさせていただいております。このカエル化、これね、グリム童話が元々の、由来なんですって。王女様が嫌っていたカエルが実は王子様でした。二人は結ばれてめでたしと。この結末が意味しているのは外見だけで人を判断しないという教訓だったんですが、今私たちが耳にするカエル化現象っていうのは意味合いが逆なんですよね。嫌いだったものが好きになるというポジティブな意味合いから、好きだった相手が自分に好意があると分かった瞬間によく分かんないけど冷めちゃうっていう、こういうことをカエル化って言ってるんですね。理不尽な理由とかでこう好きだった相手の気持ちが冷めて、むしろ嫌悪感になる。そうなんです。ポイントは理不尽な理由っていうのと嫌悪感なんですよね。なんで理不尽ザメイコールカエル化現象と言ってもいいのではないかと。例えば相手がデートで気合を入れてきた姿を見て冷めちゃったとか、フードコートで席を探してて冷めたとか、会計でもたついたとか、待ち合わせが分かんなくてキョロキョロした、あれかな、車乗ってて駐車場がスパッと決められないとか、うろうろしちゃうとか、合流がでもたつくとか、こういうのももしかしたらカエル化現象に入っていくのかも知れないですよね。でこのカエル化現象が起こりやすい理由というものもこのコラムでは解説されていて、自己肯定感の低さ、他者依存、こう自分の評価、感情の評価が相手の状態にある。要は自分の良し悪しを決めるのが相手の反応とか、相手がどう言った、どう思ってるっていうところに軸があるとブレやすい。もう一つは過度の理想化、相手のいい面だけを見えていると逆にちょっとね、
悪い面が見えてきちゃったりすると冷めちゃうっていう。結婚直後とかこれ結構ありますよね。今まで同棲してなかったところから一緒に暮らし始めて、よく言うじゃないですか、靴下ひっくり返す返さないとか、トイレの便座とか、そういう問題、この辺で変えるかになりやすい。ただこの若者における変えるか現象っていうのの傾向として挙げられているのが、恋愛経験が少ない、自分に自信がない、理想が高すぎる、過去の恋愛でトラウマがある、このようなことが考えられるんじゃないかなということをこのコラムの中では書かれてますね。この蛙化現象って、私小室百合的には相手に対するやっぱ過度な期待っていうのはあるんじゃないかなっていうのは思いますよね。なんだろうな、こうあってほしいとか、こうあるべきとか、自然とそういうものって自分の中に備わっていくものだと思うんですけど、それを裏切られた、これタレントさんとかにもよくあることだと思うんですけど、タレントさんってまあ何を売ってるかっていうと、自分のイメージを商品として売る仕事だなって私は思ってるんですね。このイメージって、自分が作ったイメージとファンでいてくださっている方のイメージって一致することがある時とない時とあって、でこのない時、一致しなかった時、自分がこうだって思って作り上げてきたイメージが、ファンの方がこうあってほしい、こうあるべきだと思うイメージと違った時に、この蛙化現象っていうのが起こりやすいんじゃないかなって思うんですよ。自分の理想通りになってくれなかった人へのその蛙化現象、気持ちが冷める、この蛙化現象がタレントさん、芸能人とファンの方の位置づけになった時に何が起こるかっていうと、ネガティブキャンペーンだったりとか誹謗中傷っていうところに行くんじゃないのかなって思ったんですよね。誹謗中傷って本当に自分がブレなくて、自分に自信があって、自分に自信があるっていうのは他者を非難否定しない、その形が一つの自分の自信ですからね。そういうのがない人、やっぱり誹謗中傷する方って自己否定が強かったり、自己肯定感が低かったり、ちょっと言葉を選ばずに言うと無駄な理想が高かったりとかね、っていう方が簡単に人をこう否定したり非難したりするので、それがタレントさんとファンの方の蛙化現象、誹謗中傷っていうところになっていくのかなっていう気がしました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、境内を覆うオークスとナギの木は、
恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USB プロファイラーの星谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月1週目はあなたの強み発見サプリ、ご担当いただくのは USB プロファイラー押谷光三先生です。今月は前半コーナーとの連動でカエル化についても、なんとプロファイリングできるってすごいですよね。それでは押谷先生、よろしくお願いします。あなたの強み発見サプリ、 USB プロファイラーの押谷です。行動心理と四柱推命を組み合わせた統計と分析で、あなたの運命と運勢と強みを鑑定しています。 USP とはユニークセリングプロポジションの略で、他のものにはない強みを言います。今回のテーマはカエル化現象です。最近よく聞くようになりましたよね。もともとは逆のストーリーで、カエルの姿だった王子が気持ち悪くて仕方なかったのが、元の王子の姿に戻ったら好きになってしまったというお話でしたよね。その逆の現象、カエル化ですからね。好きだったのにいきなり嫌いになるってやつ。これがカエル化現象と呼ばれてます。100年の恋も一瞬で冷めるなんて言い方もしますけど、そんな瞬間が突然来ますよってことなんですが、プロファイリング的にはカエル化を起こしやすい星の配置や相性があります。今日はそんなお話です。先月お話しした体内記憶もそのパターンの一つではあるんですが、今回はよく起きがちな代表的なプロファイリング的カエル化現象をいくつかピックアップして簡単に解説します。一番代表的なのはリスペクト型カエル化です。これは知性、学びを司る星を持っている人が起こす現象で、自分が持っていない知識や経験を持っている人、相手に好意を抱くんですけど、この星、吸収スピード速いんです。なので、相手から吸収できる要素がなくなった瞬間、あれ？なんで私こんなバカと付き合ってんだろう？っていう風に一瞬で冷めていくんですよね。自分よりも進化スピードの速い人とじゃないと長続きしません。もちろん他にどの星と組み合わせるかでパターンは変わってきますけど、代表的なカエル化現象の一つですね。次に多いのが絶対正義型カエル化です。これは信念を司る星を持っている人が起こすカエル化ですね。誰しも自分なりのポリシーみたいなものを持っていると思いますが、この信念の星がある人は自分なりの絶対正義を持っていて、その自分ルールに従わない行為などを目にすると途端に冷めます。あともう一つぐらい紹介しておきましょうか。環境変化型カエル化です。恋人と同棲を始めたり、恋人から夫婦になったりと、お互いの環境やステータスが変わると起きる現象です。恋人だとうまくいっていたんだけど、夫婦だとうまくいかない相性ってあるんですよ。この場合は結婚しても恋人同士というスタンスでいれば回避できます。一緒に生活するといろいろ見えてきちゃいますよね。それで嫌になるってやつです。これは実は超有名なあの失恋ソング、もう恋なんてしないの主人公の彼女がそうですね。彼女が出ていった理由はわからないとあの曲の中では言っていますが、プロファイリング的には簡単に推測できます。この話長くなるので次回スピンオフとして詳しくやりましょうか。どんなカエル化を起こすかが分かっていれば対処の仕様もあります。ご自身のカエル化要素を知りたい方はUSP プロファイリングをご用意ください。皆さんご存知のあの方は、リスペクト型カエル化要素をお持ちです。もちろん他の星との組み合わせで人間関係は維持できますけど、蔑むような冷たい目を向けられた人をどれだけ見てきたことか、まあ、それがまたたまらないっていうね、経営者も多いとか、普段チヤホヤされている人ほど M 気強かったりするので、彼女の時折見せる冷たい視線は大好物なんでしょうね。それもまた魅力の一つですかね。このタイプは絶対正義型カエル化要素を持つ人とはうまくいかないんですよ。注意してくださいね。というわけで本日はここまで。あなたの強み発見サプリ、提供は USB プロファイラーのお二人がお送りいたしました。それではまた。なんか
私どこかに当てはまってた気がします。多分ね、おしたり先生が言ってた何種類かのカエル科の中の一つが私です。多分狙って言ってんだろうなと思いました。バシッと当ててくださるおしたり先生です。ありがとうございました。あなたの強みを引き出す USP コンサルト、四柱推命行動心理学を用いたプロファイリングで生きるのがもっと楽になります。お問い合わせはインターネット検索 USP プロファイリングでお願いいたします。またおしたり幸三先生とプロゴルファーの石渡俊彦さんのラジオ番組ゴルファーズプロファイリングがFM ギノワンにて毎週日曜日午前11時からオンエア中です。エンジョイゴルファーのあなたはぜひお聞きくださいね。踊れ踊れ私の占いさぶり。今週水曜日木曜日9月の6日そして7日新潟で初の鑑定会、こちら満席となったとお伺いしました。ご参加のあなたぜひ楽しんでいらしてください。占い癒しところ八雲庵オーナー萩原八雲先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占っていきます。残暑のデートここへ行く編です。それではセクシーに参ります。お羊座、夏バテ解消のために自宅でまったりデートをしましょうよ。クーラーつけて配信で音楽を楽しみましょう。お牛座、芸術を楽しむ美術館デートがしたいわ。疲れたら館内のカフェで感想を語らいたいの。双子座、今年の後半の運気は良くしたいわよね。二人でお参りに行きましょう。ガニ座、水族館に行きましょうよ。ほら飛び出してるチンアナゴがかわいいわ。獅子座、まだまだ暑いわね。涼しい映画館に行くのはどうかしら。映画のキャラクターのように激しく愛し合いたいわ。乙女座、秩父に流しそうめんを食べに行かない？真っ白いそうめんをつるつるっといただきたいわ。天秤座、本屋さんに連れて行って、セクシーなポーズの写真集あなたのために真似てみたいの。サソリ座、人気のなくなった浜辺に行かない？爽やかな夜風に吹かれながら堤防を二人で歩きたいの。伊手座、梨狩りに行きましょうよ。熟した果実と滴る果汁が唇にじゅわーっと溢れちゃう。ヤギ座、今年は暑くて夏バテもしちゃったわ。際どいところもお互いにマッサージし合えばしっかりと疲労回復、手も止まらなくなっちゃうかも。水亀座、涼しい奥日光に行かない？今年の大河ドラマの家康も眠る日光東照宮に連れて行ってよ。魚座、芸術の秋を楽しみましょう。
セクシーポーズの写真を取り合いっこしてみない？占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。薬務先生、新潟楽しんでいらしてくださいね。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。来週2週目ですので、このコーナー探偵サプリ、ご担当いただくのは MJ リサーチ総合探偵社の現役探偵でいらっしゃいます若梅秀隆さんにお願いしてます。若梅さん、他ではなかなか聞けない探偵ならではのここだけの話をお持ちいただけるので、私も毎回ワクワクしながら聞いてます。皆さんもワクワクしながら待っていてください。そして9月20日は山梨県へ参ります。山梨って聞いてくださっているそこのあなた、小室ゆりと同じ時間を過ごしませんか。まずは朝です。朝6時から身延富士川純倫理法人会にて、講話させていただきます。朝早いですけれども、お仕事前に小室ゆりがなぜ今の小室ゆりになったのか、そしてこれから何を成し遂げていきたいのか、そんなようなお話をさせていただきます。ぜひお越しください。午後は八ヶ岳の方でお話し会開催予定です。カフェイオリクにて小室ゆりお話し会開催していただきます。時間は13時から15時です。小室ゆりのツイッターご覧いただけると検索可能になっております。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見するUSP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒しところ薬務庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうーまくーで嫌なバラバーな演芸集団FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は比嘉亮土さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。時には問いが複雑になっているだけで、答えはごくシンプルなことだったりします。アメリカの絵本作家ドクター・スースの名言です。相手の本心を聞こうとすると、ついつい遠回りな聞き回しになってしまうことってありますよね。その問いに答えようとすると、また遠回りな答えになってしまうこともあると思います。聞くときも話すときも意外とシンプルに話した方が伝わることってありますよね。相手が好きかどうか、そこだけが問題だったりすることもあると思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ、私からあなたに。